牛丼のメガを食べまして、夜ご飯もじゃーん牛丼のメガを食べます。どんだけ食べるのっていう。26歳、牛丼しか食べてないちょっとさすがにママと食べますね。これはなんかさ、大盛りって思ったのよ。大盛りをなんか大盛りにしちゃおうとか思ったら、なんかメガでって言ったら、メガってこれなんや、一番大きいサイズがメガって知らなくてさ、マジで2倍あります。すごいの。ちょっと動画も撮っちゃおうと。ママも食べるでしょ。いらない、ちょっと。やばい、ちょっとって言われたんだけど、私昼にメガ食べてんだよ。もう完食してんの。一人でじゃないじゃん。お姉ちゃんとね。お姉ちゃん全然食べてないよ。え、じゃあほとんどはるかは食べない。うん、お姉ちゃんが食べるわけないじゃない。お、ちょっと動画撮ろう。やびゃ。ちょっとね、今日カフェイベントのね密着 YouTube 撮ってるんだ。いけるかな。よし、無理かな。いけた。あ、無理だ。え、なんかさ、撮ってるやつない？あ、ママあれ撮って、黒い枕みたいなやつ。うん、今これで YouTube を撮ってます。はい、すごいかわいい。え、ファニーさんがハートのボックスくれた、ありがとう。みんなお誕生日おめでとうってありがとう。AKB で迎える最後の誕生日です。いや、今年はさ、最後がたくさん増える一年ですので。なんかカメラめっちゃ安定しないな。いいんじゃない。よし、では夜ご飯を食べます。メガ高菜明太牛丼メガ。昼も牛丼、夜も牛丼、しかもメガ。いただきます。おいしそう。ちょっと重い。いただきます。あ、うーん、うまっ。うん、うん、やっぱり高菜明太が優勝かもしれない。一番好き。うん、カフェイベントの時ってすき家が近いからいつもすき家食べるんですけど、チーズ牛丼、あとネギに卵乗ってるやつ。なんかはるかちゃんヘアバンドしてさ、白木姫みたい。うん、そうしたんだ。ネギに卵乗ってるやつに
とかあとキムチ牛丼にとかいろいろ食べたけど一番高菜明太が美味しい結局。へー、昼はすき焼き食べました。すき焼き牛丼、ヤンニョムチーズが一番美味しかった。すぐなんか、うまっ。あ、お姉ちゃん帰ってきた。ん？待って、ゆうちせいたさんがタワーくれてる、ありがとう、嬉しい。黒と大輝くんとお豆ちゃんとこみちゃんクッキーが、ケーキもありがとう。え、美味しい。うまままま、です。お姉ちゃんは明日のテイクアウトを作ってるの？そうだ。お姉ちゃん高菜明太食べる？食べる。オッケー。それ来る？配信してます。旬もいっぱいでしね。これなんで同じの2つなの？うん。これママとお姉ちゃんに言って。え、本当？うん。うまい。お姉ちゃんは牛丼ミニしか食べないんだって。めっちゃうまいよ。え、オクラ食べる？オクラ。あー、ぜえ。オクラは私のなんだが。うん、めっちゃ汗かいてんじゃん。いや、超暑かったんですけど、歩いて7分ぐらい。あ、ありがとう。何、どうしたの？あ、下に私のだよ、それわかるかな。これ食べる？これ、うん、一口でっか。ね、クーラー刺されていいよ。うん、いいよ。エラード寒い。ママだけだよ、寒いに。じゃあ、私がカーディガン着ればいいんだ。うん。え、これ高菜明太前の高菜明太、まあ、甘い。うまくない？初めて食べる高菜明太。なんかさ、辛くない？え、うん、え、なんかこの辛いが平気なの、うん、めっちゃ辛い。一口ちょうだい。私は平気だけど、はるか平気？これ、この辛さ、この辛さがいいんですよ、高菜明太。やっぱ私はさ、紅生姜が欲しいよ。紅生姜、私が食べるとこにはつけないでね。蓋にちょうだい、蓋。あ、はい、うん、私スプーンで食べたい。辛っ。ちょっとここにもらう。てかさ、ギガ？メガ？メガ量、あの具の量多くない？え、そう思ったの。え、マジでいくらする？ここについてるよ。具多いよ。肉多くない？そう、肉が多いの、異常に。え、だって波2杯分ぐらいだった、カロリー見たら。あ、でも、じゃあ2倍だ。波2杯分だ。いや、波2杯分とプラス具が多いんだと思う。うん。え、じゃあちょっと高いんじゃない？わ、もう絶対こんな食べれないじゃん。なんか食べにくい。犬の餌みたいになっちゃった。いや、私オクラ食べるか。うまっ。これ食べれば、私これ食べるか。うん、売ってた。うん、うん、うん、
大盛りだとライスだけ多いんだって。大盛りはライスだけらしいよ、具じゃなくて。あ、そうなんだ。だからギガは具も多いんだって。じゃあ高い。メニューが並盛り、中盛り、大盛り、特盛り、メガネって中盛りなんか。え、中盛りはさ、肉だけが多いんじゃなかったっけ。あ、これ私の。え、そうなんだ。じゃなかったっけ。こんな、まあ、勝手に中だけ大盛りだけはいいんだ。なんで中だけがいいんだよ。ねえ、中だけやだ。なんで、なんで中だけいいじゃん。ご飯がしなっちゃう感じ。え、それはいい。できたら牛丼は白米と米分けたい。牛皿がいいってこと。そう。意味わかんない。私この汁だくで米の色が茶色くなってるのがいい。わかる。メガはご飯大盛りでお肉が並の3倍らしいだって。あ、やっぱ3倍なんだ。やば、多いもんね。やっぱ多いもんね。高いよ。オクラうま。なんか年にさ1回食べるか食べないかだったのに、カフェイベするようになってから牛丼めっちゃ食べてる。私もカフェイベするようになってからめっちゃ食べるようになった牛丼。一番近いから。近いからじゃない。あそこにマックがあったらマックになってたくない。でもマックってさ、すぐ食べないと美味しくないじゃん、うん、ポテト。それポテトだけじゃない、うん、温めればさ、割と何でも。明日マック、月見にしよう。月見パイ食べたい。あ、月見パイも食べたい。月見と月見パイで。私もポテトとかいらないからハンバーガー食べたい。いやマックはポテト食べたいね。マックのポテトって本当食べたくなる。マックは絶対エビフィレを。ぶれないね。うん、この人ぶれない。エビフィレオ、ブレない。エビフィレオは中1まで。ビッグマックだ、これ。何でいい、マックはビッグマック。あ、ビッグマック美味しいね。ビッグマックたまに食べたくなる。うん、カーダブルチーズバーガーもう2択。わかる、ダブルチーズバーガー超美味しい。美味しい。でも照り焼き、チキンタツタが一番美味しくない。チキンタツタ好き。フィレオフィッシュが一番美味しくない。フィレオフィッシュもなんかテンション下がる。でもおばあちゃんめっちゃ好きよな。うん、フィレオフィッシュは、まあ、なんか老人が食べてる。さっき今の炎上案件。おばあちゃんとか絶対食べじゃん。食べる。なんでだろうね。でもあれ意外とカロリー高いんだよ、フィレオフィッシュって。マックカロリーで調べよう。え、マジカロリー高いよ、フィレオフィッシュ。カロリー気にするやつがマック食うなよ。マックの中でも魚だからとかって食べるわけよ。ね、カロリー高いから。マックはカロリー気にせず食べるのが美味しいんです。だってこの鰹節オクラ牛丼並盛りでカロリー何キロカロリーだと思う?300? え、牛丼舐めてんの。牛丼舐めんなよ。そんなカロリーなきゃないだろ。なん、鰹節オクラ牛丼ね、並盛りで750カロリーで。たっか、これ750もあるの。これちょっと私今日何キロカロリー摂取してんの。全然ヘルシーじゃないじゃん。メガでオクラ、メガ、あ、メガじゃない、ミニで516キロカロリー。え、ミニで。待って、牛丼ってカロリー高くない。高い。しかも梅雨だくなんか余計なことにしてるから、うん、ひどい。え、梅雨は別に。いやいや、牛丼の梅雨って砂糖とかいっぱい入ってて。マジ甘めじゃん、だって味付け、うん、いいよ。え、じゃあメガのカロリーは。メガはなんて恐ろしい、ね、あ、これなんかさ、高菜明太マヨの、うん、マヨだし。メガは2000じゃん、うん、2500。いや、え、意外とその米量がそうでもないから、具だけだから、うん、1555キロカロリー。1500? うん、これ1人で食べたら1日のトータル摂取カロリーを優に超えてます。優に超えてます。ふう、昼もメガ食べてます、すき焼きの方で。お姉ちゃんと、だからね、ライトにすればよかったんだね。でもライトってさ、葉っぱでしょ。ライトって何。超ヘルシーな牛丼。キャベツだっけ。
なんだっけ、なんか米じゃないんだよね。え、でもやっぱカレーって恐ろしいのね。カレー恐ろしい。カレーのカロリー何キロカロリーだと思う？何？1000、1980。あ、でもカレーだとミニ、並盛り、大盛り、メガ、キングなんだって。うん、キング、キング盛りだとチーズタンドリーチキンカレーが2490キロカロリー。 2400? やばいね。私いつも毎年さ、あのチキンのやつの波食べてた。やば。え、めっちゃ美味しいよ。やっぱ自分のね、カロリーとかね、気にしない気にしない。まあでも食べた分消費すればいいので。まあ気にしない気にしない。食べることに対する満足感をいっぱい与えて食べればいいんだよ。ね、はるかちゃんね、あんたなんか好きな時間に好きなものだけ好きなもの食ってもね。っていう YouTube だね。この間深夜の2時にベッドの上でエアリアル食べて完食した。わかる。スナック菓子は止まらんね。エアリアル美味しいよね。スナック菓子を途中で止めるなんて無理。日々努力して頑張ってる女子に謝ってほしい。ねえ、本当は値上げしてみても太れないんですみたいなね。敵で。私は食べたらすぐ太るから超気をつけちゃう。女の敵。羨ましい。私も生まれ変わったらそういう体に生まれたいです。どんな徳積んだらいいんでしょうか。現世でどんな徳積んだらそういう体に生まれるんでしょうか。なんか痩せ菌が多いっていうよね。うん。1007日連続ありがとう。痩せ菌、はるか痩せ菌多いの。なんで、痩せ菌多くは見えないのに多いのかもね。オクラだけ食べる。オクラはヘルシーだと思う。ん？これなんかかけるのなかった？わ！ブー君がタワーくれた。ありがとうブー君。え、合うのそれ？え、だってオクラとかつお節なんて合わないわけじゃない。嬉しい。それを牛丼に乗せなくてもいいじゃん。え、だって牛丼とオクラが合うんだから、オクラもあのかつおもかつお節と牛丼は食べる。もちろん。しかもまあよくいろんな乗っけるもんあるよな。でもね、ヤンニョムチーズが一番美味しい。あ、ママ好きだよね、なんか一回しか食べてないけど、また出たらまた食べたい。ヤンニョムチーズあれ美味しかった。美味しそう。カツオ節かけた方がうまい。本当に。もうなんか何の味か分かんなくなりそうじゃないこれ。確かに。うんうん。マジで？うん。うん。ちょっとなんかさ、立たないんだよな。もう私普通でいい。普通で、あ、でも普通がチーズ。普通って、ね、チーズあんま美味しくなかった、チーズってなんであんな何にでも合うんだろう。いや、牛丼のチーズはあんまり好きじゃない。なんか一時期狂ったように食べてたけど、もうやだ。一周回って違う。やだこれ、なんかない。一周回ってノーマル。何このふかふかしてないやつ。ふかふかの上に雑誌で置いて固定すれば。そこにスカイワードってあるじゃん、雑誌。はあ。卒業後はご自由にお食べください。いや、現役中もご自由に食べてます。そうだよ、もうはるかの YouTube 見たらこの人どんだけ食ってんだ、好きな時間にと思うよ。なんかめっちゃコミはさ、体型維持して偉いねってめっちゃ言われんの、衣装さんとかに。うん、でもお酒とか飲まないから太りにくいじゃん。偉いことは。お酒ってそんな太るの？太るよ。お酒のカロリーえぐ高いよ。そうなんだ、うん、だって食べてなくても太ってること。でもさ、お酒飲まなくたってケーキとか食べるよ、はるか。お菓子とか食べる。確かに。まあでもはるかはあんま体型変わってるって感じじゃない。でもせいちゃんとかさっくりも変わってない。うん、サホさんも食べるよ、結構ちゃんと。あ、そうだよね。中2から体重増えた。中2からは体重増えてるよ、そりゃ。だってさ、36キロだったからね、デビュー。中2で、うん、デビュー時。嘘でしょ。じゃあデビュー時38で、なんか一気に痩せちゃったんだよ。で、36になっちゃって、
ちょっと36はまずいんじゃないってなって、いや私中2とかもっと超今より重かったのなら、でもまだ42には行ったことない確か小6の体重と今の体重変わんないぐらいだもん。そっからさ、なんか40キロいかないように超えないようにずっとしてて、うん、偉っしてた。ベスト体重39キロとかいっちゃって、38で39は細い気がする。38とか、うん、うまい、うんうん、染み渡る高野明太の濃さが、うん、やばい、結構なんか進んじゃうんだ。明日クリスピークリームドーナツ食べたいな。食べな。私あの普通のやつがいい、シンプルな。わかる、あれはさ、ちょっとトーストで温めて食べるのが超美味しいよね。うん、期間限定のとかよりは普通のシンプルなのが好き。それだけダンスで消費してるのかね。いや私ダンスなんて全然してないです。劇場公演しかダンスしてない。でも劇場公演ってカロリー消費量ゆで卵1個分らしい。みんなえなんてないやん。みんなジムとか行ってんの。行ってない。行ってないんじゃない。行ってないのか。ゆで卵1個なわけなくない。で渋谷のあきささんが言ってた。だって70キロカロリーだよね、うん、ゆで卵1個って。あんなに汗かいて踊ってさ、もつやんでしょ。くれ餌餌。お腹空いてきちゃった。いや持ったんでしょ。16曲だよ。あーでもそんなに。でも出番ないと決まるじゃん。1人12曲かな。あのさ、そんな白雪姫の演出家さんが超聞いてるのに全然出てないで、ご飯食べてるのに超ゲタッはぁーみたいな。軽く言ってんの、ね、軽く言ってんじゃん。コミちゃん AKB は何曲やるの。あすごい、開けたい。開けよう、うんうん、写真撮んなきゃ。でも柱あるね、女の子がくれた。あ、そう、帽子好きやもんね。好き。しかも頭の帽子が一番好き。可愛いの多いよね。可愛い、でも好きだよね。うん、私も大好き、頭の帽子。お気に入りの黒い帽子どっか行っちゃったの。頭のあれ、え、あのなんかニット帽みたいな、すっぴんで髪の毛がサボサで、何どっか置いてきちゃったの。様になるやつ、わかんない。ない。待って、トモアットマークウルトラフィフティさんがタワーくれた。ありがとう。昨日もくれたのに、ツイキャスで、うん、ありがとう。ないの。ちょっと今からプレゼントを開封したいと思うんですけど、その前に先にジムとかだ。ジムだって2ヶ月行ってないもん。お礼をさせていただきたいと思います。ジューディゼータさん、ちょっと
いるだろ。YouTube で入るから。やめてって。ママめっちゃ見てるから。紅生姜はいらないです。いります、いります。大盛りで。なんならもうお腹いっぱいになるより先に顎が疲れるんやな。顎関節症だからね。顎関節症の人は疲れる。今来ました。何食べてますか。高菜明太牛丼のメガです。好き屋のメガです。でもなんかメガ意外と一人で行けちゃいそうだよね。行けないでしょ。あ、でも1日これ1個って言わないけど。そうそうそう、あの朝昼晩3回に分けたら全然いい。これ1個で。もう3回でさ、メガ1800キロカロリーとか嫌だね。あ、嫌だね。全くダイエットにならないね。3食牛丼だもんね。でも牛丼とケンタッキーとマックはマジたまに食べたくなるよ。昔はね、体が欲する時がある。牛丼とかよりピザーラのピザをたまに欲する。でもこれも私何歳までなんだろうと思う。だってなんかさ、50過ぎた人とかさ、食べたいって思わなくなるよってわけ。うん、私何歳までこういうのマック食べたいとかなんのかな。50、でもなってるよ、50過ぎの人とかも。食べてる？うん、マック食べたいって。たまに一人でおばあちゃんとかいるじゃん、マック。ああ、そう言ってた。マック食べたいって食べに来てんのかな。目の前にただマックあったからフラー食べたり。マック食べたいじゃなきゃマックは行かないかも。あ、おばあちゃんとか行かないか。うん、だって目の前にあるからマック入りますってなる。なる。マジ？でもさ、ばあちゃんとかマック食べたいとか聞いたことないの。でもそもそも席座りたいからマック行こうとか思う。なんかスタバとかだったらさ、とりあえず席座りたいから行こうって思うけどさ、スタバ空いてないんだもん席。わかる。ね、もう座りたいと思っても席空いてないじゃんみたいな。でもそういうので一番あって嬉しいのはタリーズ。あー、わかるかも。タリーズがやっぱ美味しい。程よく席空いてるしね。うん、そう。しかもゆっくりできるし。タバはなんであんな空いてないんだろう。こんなに美味しいのにこう空いてる。これ明日それ今日かな。寒くなってきた。寒いよね。よし、ではお礼させてください。長袖ない。あったカーデが。じゃん、ゆーティゼータさん、26歳もよろしくお願いします。ありがとう。すごいね。じゃーん。肉だけもらってんの、さっきから。ありがとう。肉と紅生姜で食べるのが美味しい。だから七味欲しい。26歳になりました。早いなぁ。はるかちゃんが26歳だってよ。ありがとう。はるかちゃんがなんか22ぐらいから止まってる。私は23で止まってる。なんか22が多分ちょうどコロナになったぐらい。ああ、そうだ、4年前。そうだね、4年前だ。でも私もそうかも。なんかさ、病院とかでカルテとかあるじゃん、何歳の欄に24とか書いちゃうもんね。それは今だ。何4歳もサバ読んでる。間違えた。呼びすぎだよ4歳も。はぁって何も考えずに24って書いちゃう。厳しいやん。4歳サバ読んでる。で、あ、間違えたってなって20歳で28にするんだけど。この人4歳もって思ってるよ。そう、多分。なんか前まで私今21じゃなくてとか思って、23なんだ、21だと思ってたわ。あったけど、なんか25になったらすごいストンと私25だなって思うようになった。そう、私もアラサーだなって受け入れられる。うん、とても。マジ？だからアラサーに一歩前進のために卒業したんだもん。米いや、それ以上言うな、アラサーについて。
そうだね、マジ今のなし。違う、私の30歳の像であれしたから30歳でアイドルとかそういう話じゃない本当に。ちょっとやめて、乗せないで、パス、やめて、メガが増えてる。私のコジタコブー君26歳もよろしくお願いします。バラありがとう。パパとさ娘2人アラサーだねっつって。そうだよ、でも娘2人もアラフォーだねっつって。ちょっと BGM があんまりなんか可愛い話じゃないんですけど。アラフォーだねとかなっちゃったらどうする。パパいいよいいよ、一緒にずっと4人です暮らそうよって言ってよ。可愛い、あや、もういいや、お姉ちゃんと私結婚してほしくないんだよ。大丈夫だよ、結婚しないから安心して。ありがとう、ブー君。26歳もよろしくお願いします。大丈夫だよ、実家に戻ってくるから。いいよ、ずっと一緒に住むよ、ついで。では、次は、ともさん。そうだ、それで老後の面倒見てもらった。老後見ないといけないんだよ、パパとママを。見ないよ。じゃあさ、超いい老人ホーム入れて。やだ。じゃあどうすんの。じゃあどうすんの。多分ママもパパも80ぐらいまで元気じゃん。元気じゃないよ。したら私も60だから私が介護だよ。じゃーん、ともさん待ってるかな。80歳、え、80歳を60歳が当てた。ありがとう、ともウルトラフィフティさん26歳もよろしくお願いします。80歳ってどうなんだろう、自分の。じゃん、どんな感じなんだろうな、80歳。意外と元気だよ、きっと。最近の人たちみんな若いから。え、だってじいちゃんだよ、80。え、じいちゃんまだ80なの逆に。あ、じゃあもう80なの。もう80、72ぐらいに感じるよね。感じる。感じないじゃん、めっちゃおじいちゃんじゃん。え、そう。ありがとう。そうなの、ずっと咳してるし。意味のわかんない咳をずっとしてるし。かわいそう。会話関係ないし。じいちゃんちっちゃいし、ね。食べるかテレビ見るかしかないし。歩くのめっちゃ遅くなったし。おじいちゃん。おじいちゃんじゃん。あれ？あ、待って、マッサンもタワーくれてた。ありがとう。ばあちゃんが73。え、70超えてんのにびっくり。若いね。ばあちゃん73であのクオリティ維持してんの。すごくない？逆に。うん。え、何が、え、ちょっと待って、何がすごいのかよくわかんない。え、まだなんか60ぐらいの気持ち。70とか80ってもっと白髪いっぱいでみたいな、もうヨボヨボのっていうイメージだったけど、やっぱみんななんか若いよね、みんな。マッサン、ありがとう。ばあちゃんね、若いかも。26歳もよろしくお願いします。どこがってなったの、めっちゃおばあちゃんだった。じゃん、おばあちゃん若いのか。なんか私のおばあちゃんのイメージはさ、90ぐらいのあのおばあちゃんみたいな。それ90ぐらいのおばあちゃんじゃん。あそこまでおばあちゃんって感じしないんだよね。なんかだってお母さんも来年とか80じゃん。ありがとう。お母さん若いよね、どこにも運転してくしさ。40超えたらみんな同世代だよ、だって。パパが白白にする。全然話に入ってませんでした。2人でも大盛り上がりしてます。いや、お母さん若いよ、若い。いつも女子会してるよね。80で女子会してる。80なの。80のおばちゃんたちといつも女子会してる。お母さん、お母さん、お母さん来年80だよ。え、来年80だって。知らなかった。まだなんか73ぐらいかと思ってた。すごいね、ばあちゃんだよ。え、ちょっとこれ蓋閉めたいんだけど。すごいばあちゃん。びっくり。若いんだな、今のお年寄り。伝わってないけど。え、この前さ、なんかでさ、48歳老人って書いてあった。48歳？私老人なんだもんって思って。48は老人じゃないだろ。老人じゃないよ。でも老人って書いてあって、あ、48歳って私でも老人の域なのかと思ってちょっとショックだったよね。